リテカは今チェズミ村でおりまして、彼女は朝のテキスタイルの仕事に向かいました。私はフォークソングをレコーディングするためにテック村へと急ぎます。日本を出てもう3週間が経とうとしています。やっとだ、コヒマとは日になんね、実感が湧いてきた。